てくれました。タコ気をつけてね。かわいいでしょ。タコ君立てて平気かな。ピアノの椅子座る大丈夫。タコ君の説明をご紹介をしたいと思います。いいとも探検隊のタコ君とトミー隊長さんです。猫の優しい妖精さんだそうです。それで好きなものがお散歩でおにぎりが大好きで、おにぎりはあちらにぬいぐるみさんのところにいるのがおにぎりくんなんで、おにぎりさんなのか。で持ってるのがツナッチくんで、ツナッチくんです。よろしくお願いしますということね。たくん大丈夫、楽しんでね。そうね、ニコさんも準備は大丈夫でしょうか。はい、じゃあよろしくお願いします。
確かにターくんと触れ合いタイム、写真撮影タイムがありますので、お写真撮りたい方はその時にぜひ一緒に撮ってあげてください。はい、では次なんですけれども、今度はお歌です。お歌のお姉さんが今日は駆けつけてくださいました。天海聖羅さんという、可愛らしい女性のお姉さんがやってきてくれました。今日は新曲も歌ってくれるそうです。ファンの方も今日はいらしてるのかしらと思ってるんですけれども、歌ってくださる曲が森人の歌、チューリングマシンとオラクル、巫女と歌という3曲を歌ってくださいます。天海さんどうぞよろしくお願いします。今日は新曲をよろしくお願いします。本邦初公開の新曲になりますので、皆さんぜひ楽しみに聴いてくださればと思います。それからまたスペシャルゲストがいます。出てきてもらえますか。北斗くんとパンダさんです。どうぞ拍手でお迎えください。ご紹介します。北斗くんは、元気いっぱい、靴ひもとボールと人間が大好きなアラスカンマラミュートのワンコさんです。拍手。それからパンダさんなんですけれども、ちょっとおとなしめなパンダさんですけれども、可愛がってあげてください。上野からは来てないんですけどね、今日ね。でも頑張ってパンダさんもお歌に合わせて踊ってくれるそうなので、皆さんが拍手でお迎えください。ではよろしくお願いします。